こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では40代の大人の男性はこの2つのボトムスだけを持っておけばいいというテーマで皆さんに動画をお届けしたいなというふうに思っています。まあ、ボトムスにはですね、いろんなバリエーションがあるわけなんですが、その中で40代ですとか50代以降の男性はどんなものを選べばいいのか、ここに関してはですね、意外と情報が多くはないかなと思うので、今回はですね、なるべくわかりやすいように2本だけに限定して皆さんにですね、おすすめをご紹介できればなというふうに思っています。まあ、僕自身ですね、いろんなボトムスをこれまでに経験してきたわけなんですが、様々なボトムスがある中で特にですね、おすすめのものというのはですね、まあ、これからご紹介したいなと思ってるんですが、結論を言うとですね、この2つになるんですね。1つ目はですね、テーパードパンツと呼ばれるもので、二つ目はですね、本気デニムと書いてあるんですが、このあたりにはですね、解説が必要なのかなというふうに思ってます。まあ、40代以降のですね、ボトムス選びということで、僕はまずですね、二つのテーマを挙げているんですけども、まずはですね、質の良さというところは、これは必ず重要になってくるかなと思っています。まあ、10代、20代ですとか、30代前半までは、ある程度ですね、コストパフォーマンスのいいボトムスでも、十分素敵に見せることができるかなと思うんですね。10代、20代であれば、もちろんですね、GU とかが使いやすいかなと思いますし、30代の中頃ぐらいまでは、ユニクロがすごく使い勝手がいいかなと思うんですが、まあ、40代以降になってくるとですね、1点ずつの質の高さというのは結構重要かなと思っています。まあ、若い頃であれば、まあ、体型もですね、スマートですし、肌の質感だとか髪の毛の状態なんかも良いので、まあ、そこそこの価格帯の服でもそれなりに似合ってしまうんですが、まあ、40代を超えてくるとなかなかそうもいかないので、これは僕自身ももちろんそうなんですが、失われた清潔感だとかフレッシュさというのはですね、ある程度服でカバーをしてあげることが重要なのかなと思っています。その点では一定の質の良さというところは重要になってくるのかなと思っています。そしてもう一つは定番であることが重要かなと思っていまして、まあ、ファッションにはですね、トレンドと定番という二つの軸があるんですが、まあ、10代、20代、30代前半ぐらいまでですと、トレンド寄りのアイテムというところがやっぱりですね、取り入れた方が旬な雰囲気は出しやすいかなと思うんですが、40代以降になってくるとトレンドよりも定番的なもので、ある程度の質の良さというところが重要になってくるのかなというふうに思ってます。そうしないとですね、自分の中ではおしゃれをしてるつもりだけど、周りの方々はあまりにトレンドによったものだと理解ができなくて、なんか違和感が生じてしまうので、このあたりの定番的な要素というのはすごく重要になってくるのかなというふうに思っています。このあたりをですね、踏まえた上で今回2本のボトムスを挙げているわけなんですが、一つはテーパードパンツと呼ばれるもので、これはどんなものなのかと言いますと、まあ、後ほど実際に履きながら皆さんにはご紹介したいなと思ってるんですが、この画像のようなボトムスになっているんですね。まあ、主にですね、膝から下にかけて細くなっていくようなボトムスになってまして、これはですね、バキバキに細いようなボトムスでもないんですが、今トレンドのゆったりめでもなくて、結構ですね、足がスラッと綺麗に見えるような、もう定番的なボトムスになっているんですね。例えばユニクロで言うとですね、スマートアンクルパンツみたいなものが該当するかなと思うんですが、ああいったものもですね、もも周りだとかお尻周りはそこそこゆとりはあるんですが、膝から下にかけては細身になっていくので、割とお腹がぽっこり出てるような男性でもスタイルをよく見せるような効果があるので、このテーパードパンツというのはすごく使い勝手がいいかなと思っています。まあ、先ほども名前が出てきた通り、ユニクロのスマートアンクルパンツ、これがですね、鉄板で使いやすいんですが、まあ、40代以降になったら少し価格帯を上げて、セレクトショップのオリジナル、例えばユナイテッドアローズですとかエディフィスですとか、もうちょっと手軽なとこで言うとグリーンレーベルですとか、このあたりで選んでいただけるとまず間違いがないかなと思いますし、もう少し予算が出せる方であればイタリアブランドですね、このあたりはインコテックスですとか PT ですとか、そのあたりのですね、パンツを専業としたブランドのもの、このあたりはですね、めちゃくちゃいいんですね。まあ、僕自身もですね、このあたりのブランドは散々買ってきましたし、普段のスタイリングでもご紹介することは多いんですが、さすがにですね、3万円を超えてくるとなかなかリアリティが持てないかなと思うので、まあ、ある程度予算が投下できる方に関してはこのあたりがおすすめなんですが、基本的にはセレクトショップのオリジナルぐらいでもですね、十分質のいいものが揃うかなと思うので、そういったものテーパードパンツをですね、一つ持っておくとすごく便利かなというふうに思っています。そして二つ目はですね、本気デニムという形で書いてあるんですが、やっぱりですね、大人のボトムスとして定番的なものといえば、
デニムはですね、外せないかなと思っています。一方で今の10代、20代の方ってそんなにデニムは履かないんですよね。このあたりのどんなアイテムが定番なのかというのはですね、年代によって大きく変わってくるわけなんですが、僕らのような30代後半から40代、50代の世代に関しては、やっぱりですね、デニムは外せないかなと思っています。まあ誰が履いても自然に見えますし、オーソドックスなアイテムかなと思うんですが、やっぱりこれもですね、ユニクロもいいんですよ。十分いいんですけども、もうちょっと価格帯を上げて、一定の質の高さというところは僕ら世代であれば求めてもいいのかなというふうに思っています。まあ、デニムに関しては結構価格が二極化していまして、ユニクロがめちゃくちゃ作りが良くて、4000円ぐらいの価格帯ですごくいいものが手に入るんですね。それより上の価格帯になってくると結構すっぽりとですね、間が空いてしまって、僕の中ではですね、レッドカードと呼ばれるような日本のブランドがあるんですが、ここのデニムはですね、だいたい2万円前後で、すごくですね、加工のクオリティも高いので、めちゃくちゃ満足度の高いデニムかなというふうに思っています。セレクトショップだと、例えばエディフィスですとか、トゥモローランドで取り扱いがあるので、ぜひ試着をしていただきたいなと思ってるんですが、個人的にはレッドカードがすごくおすすめかなと思っています。その他にもですね、AG ですとか、イタリアブランドの PT ですとか、あとはアーペーセーですとか、このあたりのデニムというのは定評があってすごくいいかなと思うんですが、ちょっとですね、値段が上がってきて、AG だとか PT だと本当にですね、3万円を超えてくるので、一気にですね、高級感が漂うかなと思うんですが、やはりですね、個人的にはですね、レッドカードだとか、アーペーセーもですね、そこまで高すぎないかなと思うので、この2つを検討しながら、もうちょっと予算が出せる方は、AG ですとか PT で1本ぐらいはちゃんとしたデニムを買い揃えていただけると40代以降の男性にはすごくいいのかなというふうに思っています。今はホワイトボードですとか写真で見ていただいている状態なんですが、この後ですね、実際に僕自身が私物のものを履きながらどんな見栄えになるのかをですね、皆さんに見ていただければなというふうに思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をなるべくわかりやすく解説をしています。もう少し中級者的なアイテムですとかコーディネートに関しましては、僕はもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方でご紹介をしています。まあ、先ほどご紹介したようなセレクトショップのオリジナルだとか、あとは AG ですとかレッドカードだとか、そういったちょっとですね、価格帯の高いものに関してもこちらのチャンネルの方で解説をしてますので、気になる方はこちらの動画の下の概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらの方からチェックをしていただければなというふうに思っています。それでは早速行ってみましょう。はい、ということでまずはですね、一つ目のテーパードパンツから実際に履いてみました。どうでしょうか。これはですね、シルエットがすごく綺麗で、まさに40代以降の大人の男性、もちろん50代の男性ですとか30代の後半の男性なんかにも似合うようなボトムスになっているかなと思っています。まあ、先ほどもお伝えしましたが、こういったテーパードパンツというのは結構ですね、お尻周りだとかもも周りには適度なゆとりがあるんですね。これがブラックのスキニージーンズなんかになってくると、もっとビタッとしてるわけなんですけども、そういったものに比べると適度にこういうゆとりがあるので、割とぽっちゃり体型の男性にも似合いやすいようなものになってまして、痩せ型の男性でもですね、こういった形で足のラインを拾いすぎないので、そんなに細く見えすぎないというところも使いやすいので、あらゆる体型の方に使い勝手がいいかなというふうに思ってます。ですが、もも周りにはゆとりがあるんですが、膝から下にかけてどんどん細くなっていく。これをですね、テーパード型なんて呼んだりするんですけども、そのおかげで足が綺麗に見えるんですね。こういったパンツというのはすごく使い勝手が良くて、個人的にも大好きでよく履いています。スタイルがすごくよく見えやすいんですよね。見え方によってはちょっとスラックスみたいに見えるかなと思うんですが、丈の長さに関してはやや短めに仕上げることでカジュアルな雰囲気が出やすいかなと思っています。まあ、正面から見た時にはクッションはないんですね。クッションというのは靴の上にですね、裾が乗っかってたわみができると、それをですね、クッションと呼ぶんですけども、正面から見るとクッションはほぼないようなノークッションになってまして、横から見るとちょうどですね、靴とパンツの裾の間にですね、くるぶしが少し覗くくらい、これぐらいの長さぐらいがですね、今はちょうどいいかなと思うんですが、このような形のテーパードパンツが一つあるとものすごく重宝するかなと思っています。僕が今履いてるのはユナイテッド東京のパンツなんですが、これはですね、ストレッチがすごく効いていて、最近のこういったパンツはですね、すごく使い勝手がいいので、ぜひ皆さん一本持っておいていただければなと思っています。まあ、色に関してはですね、カラーバリエーションたくさんあるんですが、ブラックですとか、あとはネイビーですとか、グレーですとか、このような
ようなある程度落ち着いた色の方がスタイルがよく見えるんですね。結構ですね、大人の男性はベージュのチノパンだとか薄めのデニムなんかを履くことが多かったりするんですけども、そういうものだと結構膨張して見えてスタイルがよく見えないんですね。ですのでこういった濃いめの色のボトムスを合わせることでバランスが整いやすくなるかなと思うので、ぜひこういった一本皆さんもですね揃えていただければなというふうに思っています。まあ、ちなみに靴に関しては様々なものが合うんですが、まあ、以前ご紹介したようにローファーみたいなものを合わせてもらってもバランスがいいですし、今僕が履いているようなホワイトですとかブラックのレザースニーカーとも相性がいいかなと思うので、こういった形でまとめていただければ40代の大人の男性にもですねすごく使い勝手がいいかなと思うので、ぜひ参考にしていただければなというふうに思っています。はい、続いて2点目のですねデニムに履き替えていました。どうでしょうか？やっぱりですね、安心感がありますね。まあデニムはですね、やっぱり旬な時期とそうじゃない時期があるんですが、履くとですね、間違いのない鉄板だなというのを改めて実感しています。僕自身は最近デニムを履く機会がやっぱり少なくなってるんですけども、それでも実際に履いてみるとすごくバランスがいいなというふうに思ってます。こちらは先ほどもちょっと名前を出していましたレッドカードのデニムになっています。デニムといっても様々な色味のものがあって、定番はですねブルー系のデニムなんですが、僕はですね今グレー系のデニムを履いています。まあ、最近はですねこういった選択肢も少しずつ増えていて、レッドカードでもやってますし、ユニクロでも一部ですね見られるようになったんですが、このような色合いもですね意外と大人の男性に似合いやすいので、まあちょっとですね一つの選択肢の一部として頭の片隅に置いていただけるのもいいかなと思っています。色落ちの加減なんですが、このあたりもトレンドがありまして、まあ、最近では色落ちしてないですねリジットデニムなんかもトレンドになっているんですが、まあややですね色落ちしているようなこのあたりのデニムというのは定番的でいつの時代もですね必ずありますので、こういったものを一本持っておくとすごく便利かなというふうに思っています。まあ、シルエットに関してもですね決して緩すぎず細すぎずというところで適度に足にフィットしているぐらいがちょうどいいかなと思っています。まあ、レッドカードのデニムは結構細めなのでやぼったく見えないというところもすごく使いやすいポイントかなというふうに思っています。で、丈の長さに関してはですねこのあたりは好みがあるんですが、個人的にはですねデニムが裾にですねクシュクシュっと溜まっている状態があまりスマートに見えないので好きじゃないんですね。ですので今回履いているデニムに関しても結構ですねハーフクッションぐらいの感じにして、少しだけたわみができるぐらいの長さにするようにしています。まあ、そうすることでよりですね足長効果が出るかなと思うので、デニムの裾はですね長くなりすぎないようにですねぜひ注意をしていただければなと思っています。今はですねグレー系のデニムなんですが、ブルー系のデニムでも全く問題がないかなと思いますので、ぜひですねちょっと質のいいデニムというところも皆さんにはチェックしていただければなと思っています。まあ、ちなみにですねどのあたりが価格が上がることで変わってくるのかというと、色落ちの風合いがですねやっぱり変わってくるなと思っています。ユニクロのものに比べるとよりですね立体感があってリアルな色落ち加減というのが再現されているので、このあたりはですね通な見え方ではあるかなと思うんですが、パッと見ではそんなに違いはわからないと思います。ただ履いてるうちに満足度というのはですね、じわりじわりと感じ合えるようになってくるかなと思うので、そういった細かな違いをですね、大人の男性にはぜひ楽しんでいただければなというふうに思っています。実際ですね、レッドカードのデニムって昔はもっとですね、硬くて履きづらい印象があったんですが、最近はですね、ポリウレタンが入っていて、かなりですね、ストレッチの効いてるものもあったりするので、履き心地の良さというところもだいぶ実現されてるかなと思うので、ぜひ皆さんもですねチェックをしていただければなというふうに思っています。はい、ということで今回の動画では40代の大人の男性はこの2つのボトムスだけを持っておけばいいというテーマで動画をお届けさせていただきました。結論を言うと、テーパードパンツと本気のデニム、この2本があれば結構様々な着こなしが僕は実現できるのかなと思っています。まあ、ボトムスにも様々なバリエーションがあるんですけども、その中でも使い勝手というところを考えると、ちょっと綺麗め寄りなブラックですとかネイビーのテーパードパンツがあって、そしてそれプラスカジュアルめのですねデニムがあれば僕は十分に回すことができるのかなと思っています。というのも着こなしというのはですねボトムスだけではなくて上半身のアイテムを変えたりだとか靴を変えるだけでも全然イメージを変えることができるので、意外とですね週2日ぐらいのお休みであれば2本のボトムスがあれば十分に回ってしまうかなと思うので、量というよりも質というところにフォーカスをしながら、ぜひ皆さんにはしっかりとしたボトムスを選んでいただきながら休日のファッションを楽しんでいただければなというふうに思っています。
これからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をなるべくわかりやすく解説したいなと思ってますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山旬のメンバーシップチャンネル。